フリーランスの江澤と言いますけれども、ちょっと裁判の関係で遅れてきて申し訳ありませんでした。それで一番最初にちょっと最初の部分だけ聞き漏らしているんですけれども、その恥であるというようなことを渡辺先生でしょうかおっしゃっていたんですけれども、この恥というのは何を指すのか、まあ、つまり強制連行があったということが恥という、そういうのが言われていることが恥なのか、それとも自分慰安婦というか慰安婦そのものが恥であって慰安婦というようなそのものはなかったというそういうことなんでしょうか。慰安婦はなかったなんて言ってる人一人もいませんよ。いやだからその恥とは何かということを強制連行したということが、そういう事実がないのに強制連行した後拉致して監禁して強姦したというふうに言われてるから、それは恥でしょう、嘘なんですから、そういうふうに誤認されるということは。強制連行がなければ恥ではないということなんです。話は全然違ったものになるんじゃありませんか。買収問題一般になるでしょう。買収問題というふうに取り上げ捉えていらっしゃるということなんですね。いろんな形態の買収があるんじゃないですか。それは日本でもなくに限らず諸外国もそうだし、現代だけではなくて過去から人類史始まって以来の問題でしょ。というふうに我々は強制連行されたということを、この訴状とは関係ないんですけどね、私個人的な考えを言いますと、今その慰安婦があったこと自体でその女性の権利の問題だということがありますよね。私はそれも分かります。そうだとすればこれは日本にも慰安婦がいましたよね。日本人の慰安婦もいました。世界中いましたよね。そういう人たちに一般のそういう女性の権利の問題だというふうに捉えるのはそれは正しいと思うんですよ。しかしそうじゃないですよね。日本人が海外で犯した慰安婦の女性の権利というふうに今歪曲して、世界中に伝えられていますね。でそれが発端がこういうことにあるんじゃないかと言ってるわけです。ちょっといいですか。江川さん、最初に渡辺先生が原告の代表としてご発言された中で恥という言葉をお使いになった、その恥の意味はですね、朝日新聞が、この根拠のない捏造記事をね32年間も放置して、取り消さなかったと、まあ去年取り消したわけですけどね。ですけどそのことについて、でそれはもう全く嘘であることがもうすでに明らかで、自ら虚偽であるということを朝日新聞自体が断定したんですから、その上で取り消したわけですね。でしかしその効果というのは今世界中にですね、アメリカに慰安婦像ができ、そして日本人が20万人の女性を朝鮮半島その他から強制連行して性奴隷にしたというですね、全く嘘の話がその朝日の報道が膨らんで世界中に広がっちゃってるわけですね。そういうことに対して、朝日新聞が恥、それを恥じてですね、そして国民に謝罪すべきなのにそれがなされていないということで、恥を知れという意味でおっしゃったんで、朝日新聞が感じるべき恥と、そういう意味でございます。ですから慰安婦の話とは、慰安婦がどうか恥かどうか、そういう話ではないということ、そこを正確にご理解いただければ。慰安婦についてね、ちょっと一言言うと、よその国の例というのをみんな調べてきたのかと、ね、例えばアメリカなんか平気で強姦するわけですよ。というか世界の歴史は全て強姦の歴史なの。戦争っていうのはね、略奪と強姦なのと殺戮なの、そういう歴史をよその国は全部踏んできてるわけだ。で日本はそういう歴史を踏まないように、少なくともその山下法文なんかの言うことでは、その戦場の性っていうのはきっちりお前らその強姦なんかやめろと言って、で結果的に副次的にね、その強姦しない軍隊にその副次的にその要するにキャンプチェイサーみたいなのが出てくる。でそれはビルマの調書にもそれは出てきてるね。そういう格好でその慰安婦っていうのはあったけど、そのじゃあ例えばね、そうやって質問するんだったら、その前にそのアメラジアンアクト1982年法って知ってるか。アメリカがね、よその国も韓国もどこもそうだけど、戦場に行ったらもう好き放題やるわけだ。現にその戦争に行ってベトナムに何度も行く兵士の話が書いてある。それはもう
戦場に行けば最高のセックスが味わえるからだ、その緊張感はね、そういうその彼らなり その考え方でやってきてるわけ。それでその1982年法っていうのはアメリカ人が世界中とかアジア戦争地域に埋め落としていったその出生児にアメリカの市民権を与えるよ、単位は100万だ、100万の産み捨てをやっていったわけ。その、まあ、もちろん強姦もあるだろうし、まあ、現地妻もあるだろうけど、そういう歴史を彼らはやって、それを上下両院の議員がそのあこれを成立させようって言って成立させてるわけだ、ね、そのもっと恥ずかしいことを彼らやった。あんまり恥ずかしいんで、日本でも6000人のそういう強姦やその被害が出て、その子供ができてるわけだ。でそれについて米国市民権を与えるっていうことは除く日本、日本には知らせなかった。それは日本に知らせると自分たちの品格がそのまあ下賤な品格が分かっちゃうってこともあるんだろうけど、やっぱりその日本の慰安婦がどうのこうのっていう前に世界各国と比べてどういうものかっていうものをやっぱり考えなきゃ、そのただ手段することは嬉しくてやるような姿勢ってあまり良くないんじゃないかな。もう一つすいません、あのこの数字をさっきパラパッと見てるだけなんで申し訳ないんですけれども、あの強制連行はなかったということは明らかなのにもかかわらず云々というのがあるんですけれども、これは朝鮮半島でということに限定されてるんでしょうか、それともあの日本はそのどこの国でもその強制性は一切なかったということを主張されてる、どこかで強制的に連行したという調査がありますか。いやいや、だからそちらの主張国内でも私の主張じゃなくてそちらのご主張が待っているの で聞いたことないありますか。じゃあ一切強制性はなかったという あれはだって普通の刑事犯罪でしょ、オランダの人でしょ、スマラン事件ね、うん、あれは死刑になってる、あれはいやあのまあ村長ではそういうこと関係ありません、朝鮮半島です、これは朝鮮半島に限定されてる、いやだから朝日新聞の記事に関してですからね、この虚報記事が書いてありますから、じゃあ ここの書いてあるのは強制性はなかったというのは朝鮮半島ではというふうに理解してよろしいですか、それのご主張として強制性じゃないですよ、強制連行、連行強制連行、はい、朝鮮半島でという朝日新聞の記事の13件は全て朝鮮半島の記事について捏造した記事ですから、結果的にはそうなります。ただあのこのご主張の中ではいわゆる従軍慰安婦については今日に至るまで朝鮮連行とした証拠はここないって書いて一般論として書いてあるので、これは一般論としても言えると私は思ってますが、一般論として書かれた、どっちにして理解すればいいんでしょうか。いやまあ一般論でいいですよ、それ例外はあるでしょうね、だって日本人だって全員そのなんていうのか、あと、天使の集まりじゃないですから犯罪はあったと思いますよ、ね、で処罰もされてます、あの処罰っていうのは日本の軍法会議で処罰されてるケースもありますからね、はい、ただ一般論として言ってそういうふうに言っていいと思いますよ、犯罪は別ですから、関係がやったかどうかっていうのが言ってね、オーソライズドでやったかどうかでしょ、私的に勝手にそれは犯罪ですからね、それただの刑事事件じゃないですか、全部に当たってっていうご主張だというふうに受け止めてよろしいですね、国会維新とか国会維新とかでやったことはない、まあね、それはもう全体としてはそうだと思いますよ。相対的にですね、これは一応大事なことなんで、あの我々が原告団として入ったのは日本 あの軍隊というのは基本的に他国と比べれば最もあの規律と軍規軍律というのは厳しかったし、あの道徳性道義性も一番高かったっていうのがあの確かなことだとあのいうことで考えております。これはあのそれ以上の国があったら教えてもらいたい、あの指摘していただきたいと、あの相対的な問題としてまず考えなきゃいけない、先ほどアメリカ軍 の、まあ、あのレイプやいろんな問題があるということを言いましたけど、あの中共軍や他の軍隊、他のアジア各国、他のなんていうんですか、あのヨーロッパの軍隊、こういうものに比べて日本の軍隊の軍規軍律はあの一番厳しかったし道義性も高かったということは、あのまずそれを前提にしなきゃいけないと、あの事実ですから、私はだからぜひあのメディアの皆さんが今日あのこれを考えた時、日本以上の軍規が厳しかった、道義性が高かった、
国があったらぜひ、あの、まあ、連合国の中でもいいわけですから教えていただきたいと思います。ないと思います。あの、それは反論できないと思います。事実としてね、あの、こういうことが、あの、きちんとこれから、あの、戦後の報道のあり方が問われるということで朝日新聞が取り上げたと我々考えております。でぜひ皆さん、これ1万人以上の戦後最大の裁判ですから、きっちりと正確に、あの、取り上げていただきたいと思います。あの、これは大きな国民の運動というよりもうねりだと思いますから、それを無視しないでいただきたいとお願いしたいと思います。